去るほどにこの人々は九重の都を立って千里の東海に赴かれける。平らかに帰り上らんこともまことに危うきありさまどもにて、あるいは野原の露に宿を借り、あるいは高根の苔に旅寝をし、山を越え川を重ね、引かず降れば10月16日には駿河の国清見ヶ関にぞ着きたまう。都おば三万余きでいでしかど、露子のつわもの召しぐして七万余きとぞ聞こえし、先人は神原富士川に進み、御人はいまだ手越し宇都の屋に支えたり、大将軍権之助丞相維盛、侍大将上総の神忠清を召して、ただ維盛が存じには足柄を打ち越えて坂東にて戦をせん、と流行られけるを上総の神申しけるは、福原を立たせたまいしとき、入道殿の御上には、戦をば、忠清に任せさせたまえ、と仰せ総来しぞかし、八カ国のつわものども、皆、兵衛の助に従いついて候なれば、何十万儀か候らん。味方の恩勢は七万余きとは申せども、国々の仮武者どもなり、馬も人も攻め伏せて候。伊豆駿河の勢の参るべきだにもいまだ見え候わず、ただ富士川を前に当てて味方の恩勢を待たせたまう病や候らん。と申しければ力及ばで揺らえたり、去るほどに兵衛の助は足柄の山を打ち越えて駿河の国黄瀬川にこそ着きたまえ、甲斐信濃の源氏ども馳せきたって一つになる。浮島ヶ原にて勢ぞろえあり、二十万儀とぞ知る至る。日立源氏佐竹の太郎が増式、衆の使いに文持って京へ登るを、平家の先人上総の神忠清、これをとどめて持ったる文を買い取り開けてみれば、女房のもとへの文なり、苦しかるまじとて取らせてんげり。そもそも兵衛の助殿のせいいかほどあるぞ。と問えば、およそ8日9日の道に旗と続いて、野も山も海も川も武者で候。下郎は4、500銭までこそ物の数をば知って候らえども、それより上は知らぬ候。多いやろう少ないやろうをば
知りそうらわず。昨日、黄瀬川で人の申し相来つるは、源氏の恩勢二十万にとこそ申し相来つれ。上総の神これを聞いて、あっぱれ大将軍の御心の伸びさせたまいたるほど口惜しいことそうらわず、今一日も先に売っておくださせたまいたらば、足柄の山越えて八か国へ御いでそうらわば、畠山が一族、大場兄弟、などか参らで候うべき。これらだにも参りなば、坂東にはなびかぬ草木も候うまじ。と、後悔すれども、改ぞなき。また大将軍権之助丞相これ盛東国の案内者とて、長井の斎藤別当実盛を召して、やや実盛、何時ほどの強弓性病、八か国にいかほどあるぞ、と問いたまえば、斎藤別当あざ笑って申しけるは、さあそうらえば、君は実盛を大家とおぼしめしそうろうか、わずかに十三族こそつかまつりそうらえ、実盛ほどいいそうろうものは八か国にいくらも候ろう。大家と申す城の者の十五足に劣って引くは候らわず、弓の強さもしたたかなる者五六人して張り候ろう。かかる性病どもが言い候らえば、鎧の二三両をも重ねてたやすう伊藤しそうろうなり、大名一人と申すは性の少ない上五百騎に劣るはそうらわず、馬に乗っつればおつる道を知らず、悪所を走れども馬を倒さず、戦はまた親も撃たれよ子も撃たれよ、死ぬれば乗り越え乗り越え戦う候ろう。西国の戦と申すは親撃たれぬれば高揚し、意味明けてよせ、子撃たれぬればその思い嘆きに寄せそうらわず、兵糧舞つきぬれば、春はた作り、秋は刈り納めてよせ。夏は暑しといい、冬は寒しと嫌い候ろう。東国にはすべてその儀候らわず。甲斐信濃の源氏ども、案内は知って候ろう。富士の裾より絡めてにや回り候ろうらん。こう申せば君をお臆せさせ参らせんとて申すには候らわず、戦は性にはよらず、計りことによるとこそ申し伝えて候らえ。実盛、今度の戦に命生きて再び都へ参るべしとも、
覚えそうらわず。と申しければ、平家のつわものどもこれを聞いて、皆古い罠なきあえり。去るほどに10月23日にもなりぬ。明日は源平富士川にて矢合わせと定めたりけるに。夜に行って平家の方より源氏の陣を見渡せば、伊豆駿河の人民百姓らが戦に恐れて、あるいは野に入り山に隠れ、あるいは船に取り乗って海川に浮かび、営みの火の見えけるを、平家のつわものども、アナ、おびたたしの源氏の陣の遠火の多さよ。下にもまことに野も山も海も川も皆仇でありけり。いかがせん。とぞ慌てける。その世の夜半ばかり、富士の沼にいくらも群れいたりける水鳥どもが、何にか驚きたりけん、ただ一度にバッと立ちける羽音の、大風イカズチ何度のように聞こえければ、平家のつわものども、諏訪や源氏の大勢のよするは、斎藤別当が申しつるように定めて絡めても回るらん。取り込められてはかなうまじ。ここをば引いて終わり川すのまたを防げや。とて取るものも取りあえず、我先にとぞ落ち行きける。あまりに慌て騒いで、弓取る者は矢を知らず、矢取る者は弓を知らず。人の馬には我乗り、我が馬をば人に乗らる。あるいは繋いだる馬に乗って走れば、杭をめぐること限りなし。近き宿宿より迎え取って遊びける遊君遊女ども、あるいは頭蹴割られ腰踏み折られて、おめき叫ぶ者大借り蹴り。あくる24日、宇野国に源氏大勢20万に富士川に押し寄せて、天も響き大地も揺るぐほどに、時よぞ三ヶ度作りける。